決勝戦、時々学園高等学校対清和学園高等学校。ライバル校同士の対戦、連覇を狙う時々学園のエースストライカー東堂雅恵選手。時々サッカーのスタイルである突破力が魅力の選手です。一方、2年ぶりの優勝を狙う清和学園、チームを牽引するのは清和のサッカー、テクニックと速さを合わせ持つ今村かなり選手。実は2人、北海道出身で中学まで同じチームでプレーをしていました。ずっと中学校から一緒で永遠のライバルで、まあ、高校卒業までライバルだと思って戦いに来ました。自らのプレースタイルを生かすそれぞれのチームに分かれて3年、高校最後のライバル対決が始まります。試合が動いたのは前半8分、時々木の10番東堂が突破。そこからクロスを1年生の藤田がゴール、時々木が先制します。一方、1点を追う清和は相手のボールを奪い、最後は今村。キーパーの動きを見て冷静にゴールを決め、同点に追いつきます。1対1で折り返した後半、東堂が見せます。パスを受けドリブル、最後は狙いすましたループシュート、2対1とリードを奪います。その後、粘る清和が再び同点に追いつき、試合はアディショナルタイムへ。ゴール前でファールを受けた清和、フリーキックを蹴るのは2年生の伊藤可憐。このゴールを決めた清和学園が2年ぶりに優勝。時々木学園、惜しくも連覇へ手が届きませんでした。悔しいです。試合してみて存在っていうか、なんか意識しました。今まで自分は東堂に負けてたんで、ここで挽回できたから良かったなと思います。どんな存在ですか？永遠のライバルです。永遠のライバル。